誰をも震え上がらせる10枚の写真。超常現象というものには、そういったものを信じる人とそうでない人の両方が常に興味を示してきました。多くの人は超常的なものを信じ、また多くは信じていません。でも時にはなんてことのない写真がとても驚くべき、気味の悪い、そして恐ろしいものにまでなる場合があります。ここに10枚の奇妙な写真があり、その多くは説明不可能です。幸せな写真を撮ったはずなのに、後に幽霊が背後に映り込んでいたり、ましてやすぐ隣に立っていたなんて。わかることをあなたは想像できますか？この写真の人たちはそれを実際に経験してしまったのです。でももしかしたらこの中のいくつかのミステリーをあなたは解決できるかもしれないですよ。それでは見てみましょう。10クーパー家の写真。クーパー家のミステリーは未解決のままです。この写真はクーパー家の母、祖母、2人の子供たちを捉えたもので、彼らのテキサスの新しい家のお祝いの際に撮られたものです。写真を撮った時にはこの家族は何らおかしなものは見なかったと言います。しかしこの写真を現像してみると、誰かが逆さま、または天井から吊るされているものが写っていました。かなり恐ろしい発見ですよね。9、恐ろしいコマーシャル。数年前に奇妙なビデオがネットで広まりました。このクリップでは部屋の中に女性が一人でいるのが見られますが、突然椅子が一人でに動き出すのです。恐ろしくなった女性がこの部屋から逃げ出そうとすると、テーブルと椅子が出口のドアへの行く手を阻みます。このビデオはたくさん視聴され、大きな討論を巻き起こしました。あれは地震、それともポルターガイストですが、答えは実に簡単なことに、マレーシアの映画パングナンのただの宣伝だったのです。8、ブラウンレディ。これは最も有名で論争の的になる幽霊の写真です。これは1936年のカントリーライフという雑誌で初めて公開されまして、この写真に写っているのは明らかに茶色のドレスを着ているので、ブラウンレディとしても知られるドロシー・ウォルポールさんだと言われています。彼女の夫は彼女の不貞を疑い、彼女を一生レイナムホールに監禁したのです。ドロシーの死後には彼女の幽霊を見たという報告が数多くあったようです。一部の評論家はこの写真を偽物だと主張していますが、その証拠は7、踊る悪魔。この写真は多くの人を震え上がらせました。それは子供の病室の一室の監視カメラのモニターから撮られたものです。写っているのは悪魔で、この写真に姿を現した数時間後に亡くなった患者の上に立っているのだと言われていました。本当に患者のベッドの上で踊る悪魔がはっきりと見えますよね。ですがこれは実はただの錯覚だったのです。悪魔の足に見えるのは患者の足で、お尻はベッドの手すり、そして頭と上半身は医療廃棄物の束なのです。私たちの想像力は時に私たちを惑わしますよね。6、水に浮かぶ顔たち。この写真は1924年に石油タンカー SS ウォータータウンの上で撮られました。そのタンカーはカリフォルニアからニューヨークまで航海をし、その途中乗組員のジェームス・コートニーさんとマイケル・ミーハンさんが悲劇的に亡くなってしまいます。その渡航の後に船長は彼らを海に埋葬すると決めました。翌日乗組員が船のすぐ隣、
水中に浮かび上がる亡くなった彼らの顔を見た時の恐怖は、おそらくあなたもお分かりになるでしょう。この現れた顔についての説はたくさんありますが、実際に証拠付けるものは全くないのです。 5.UFO。 この写真は1962年に撮られ、まだ誰もこれを偽物であると証明ができていません。1978年にCIA は何百もの未確認飛行物体に関する文書を機密指定から解きました。そしてそれらの他の資料と一緒にこの写真も出版されました。これまで世界中には多数の UFO の目撃者がおり、宇宙人に関する話も多数あります。どうなんでしょう。もしかすると彼らは本当にいるのかもしれないですね。あなたはどう思いですか？あなたの見解をコメントに残してみてください。 4. 後部座席の幽霊。この写真は1959年にメーベル・チェリーさんによって撮られました。彼女と彼女の夫は彼女の母のお墓参りに行くところで、彼女は車の中にいる夫の写真を撮りました。ところがこの写真を現像してみると、彼女の母が後部座席にいたのです。この写真を調べた専門家は、この写真は正真正銘の本物であると主張しています。その年のうちにこの不思議な写真はパレードという雑誌に掲載されました。この不思議な出来事にはいくつかの仮説や憶説がありますが、真実は未だ分かっていません。 3. 飛行機の中の見知らぬ人。この写真は1987年にイギリスのサマーセットにある軍隊基地で撮られました。その女性は一人でしたが、その日は暖かい日であったにもかかわらず、ずっと寒かったと後に証言しています。そして彼女はこの写真で知らない誰かが自分の隣に座っているのを発見しました。未だにこの写真が本物であるか偽物であるかの確固たる証拠はありません。これはただの光の加減だけかもしれないですが、とはいえちょっと不気味ですよね。 2. 教会の幽霊。この写真は最も恐ろしい超常現象の写真だと言われています。司祭がイギリスノースヨークシャーのニューピー教会の祭壇の写真を撮りました。写真を撮っている時には何もおかしなものは見なかったと後に証言していますが、なんとも恐ろしい幽霊がはっきりと見えますよね。この写真をめぐっては多くの憶測や論争までもありましたが、調査の結果これは本物とされ、未だに覆されていません。 1. 怖い日本人の女性。多くの人はこれは日本の超常現象の番組の中で撮られたものだと言っていました。女性の頭のおかしな角度と彼女の表情が多くの人々を震え上がらせ、たくさんの超常現象のフォーラムで議論を呼び起こしました。ですがこの写真がインターネット上で大きく広まった結果、偽物であるということが分かりました。元のビデオが見つかり、女性は明らかにカメラに向かってただ普通に微笑んでいました。これらの写真のどれが一番あなたを震え上がらせましたか？下のコメント欄で教えてください。そしてもしこのようなビデオがもっと見たいのなら、このビデオの下の評価ボタンを押して、あなたのお友達にもシェアをしてみてくださいね。